常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録お願いします。いやー、アメリカ大統領選挙ね、ちょっと今ね、戦いが次元を超える状況になっております。これ何が言いたいかというとですね、この投票による決着ではなくですね、裁判による決着という方向に今シフトしつつありまして、ここまでいろいろ解説してきてね、私思ったんですけど、投票では今トランプ大統領が負けてることになってるんですが、あんまりこれ議論しても仕方ないかもしれないという今ステージに入りつつあるということに気がついてしまいました。まあ、私のね、選挙速報動画、第10回あたりからちょっとおつやムードになってきてですね、一個前でもうこれちょっとダメかな、みたいな思ったんですが、なんと今このですね、戦いが新たなディメンションへと、進化していくと。ナルトでよくありますよね。もうこの、オロチマルやったかとか思ったら、なんか急にあいつが違う術を使ってですね、なんかやれてないみたいな、まだ倒せてないみたいな。あの状態にちょっとなりつつあるなと思います。まあ一応ね、でもまず客観状況言っておくと、ジョージアがですね、今ですね、まあこの、そう、今の状況を説明するのがその、新たなステージにちょっと繋がる話なんで、言っておくとですね、ジョージアが、結構ね、今ジョー・バイデンが肉薄してまして、トランプ大統領に。49.4% ずつで今タイなんですけど、票差でですね、244万票までは一緒で、244万5568がバイデン、244万7343がトランプということで、もうその差数千ですよ。千数百ぐらいまでもう肉薄しています。で、同じことはですね、ペンシルベニアでもまあこの後起こるだろうと言われているし、ミシガンは実際にそれが起こって逆転されて、まあトランプさん負けましたと。ウィスコンシンも同じですと。で、ところがですね、今日ですね、まあちょっといろいろなニュースが入ってきまして、まあこれ未確認情報ではあるんですけれども、ベリタス、プロジェクトベリタスというね、アメリカのまあネットメディアなんですが、ここのですね、何しちゃったっけな、ジェームズ・オキーフ記者という人がね、そのミシガン州で働く、US ポストオフィスのね、社員がですね、その、実はその、まあ、内部告発をしてきまして、11月4日に届いた郵便物に3日の消印をしてたっていう証言をしてるんですよ。で、その、US ポストオフィスのこの社員証も示してですね、まあ言ってて、で、この人の上司に命令されてやったっつってね、上司にも追加取材するんですけど、もしもしと、で、ちょっと聞きたいんですけど、つったらガチャって電話切られて、うわ、これなんか隠してるみたいな感じで、この動画、今、YouTube に上がってるんで、見てみてください。まあそういう風になってると。何かちょっとこう、不正があったことを匂わせるような、まあそういう風に思われても、しょうがないような、まあ感じの動画になっていて、まあ、もしですよ、そのまあ、郵便局ね、グルになって、消印の偽造なんてことをやっていたとしたら、これ大問題ですよね。まあこれ果たしてどっちなのか、真実は分かりませんが、まあ今日今からする話は、もし〇〇ならば何々ってことしか言いませんからね、断言はちょっとしないでおきますけど、もしこれが事実であるなら、このプロジェクトベリタスの記事が事実であるなら、これミシガン州のこの選挙結果ひっくり返るかもしれないぐらいの大事件であると、いうふうに思います。それからね、まあ一個前の動画でも言いましたけど、まあそもそもね、夜中に12万票ね、それもトランプゼロバイデン12万票とかね、これが、ウィスコンシンですよね、夜中にトランプゼロバイデン13万6千票っていうのがこうボボーンってこう入ったわけですね。これで一気にまあ形勢逆転したんですけど、この票本当大丈夫なのかとね、みんなこれちょっと大丈夫なのかって思ってますよね。で、これの検証しようとして、まあトランプ陣営はですね、ミシガンの裁判所にね、票の、まあ数え直し的なね、ことを、ま、要請したんですけど、裁判所が却下したんですよ。でね、これで私終わりかと思ったんですけどね、実はすみません、よく考えてみたらまだ先がありまして、アメリカも三審制ですからね、地方裁判所で蹴られても、まあ、その後ね、高裁、最高裁とありますから、トランプ大統領最高裁まで行くって言ってたでしょ？これが今言ったあれですよ、ほら、オロチマルやったかと思ったら次のディメンションへみたいな、現実使って全然違うところ行っちゃうみたいな、まあ、そういうことですね、戦いはこの、票数の争いから、そもそもその票をカウントしていいのか、そもそもこの選挙の有効性はという議論にですね、シフトしつつあるということでございます。はい。なので、まあ最高裁までやるってトランプさん言ってますから、まあ、負けを認めるまでね、これやっちゃうんじゃないかということです。でね、今日ね、これに関してね、まあいろんなの出てるんですよ。いろんな、まあ情報出てるんですけど、ね、やっぱね、テッド・クルーズですよ。うん、テキサス選手の上院、上院議員。今日ね、ハニティというね、FOX の、ハニティさんの、まあ、インタビューに答えてまして、で、その中でね、すごい、まあ、彼ね、説得力のあることを言ってました。それは何かというとね、その、まあ、アメリカの憲法、それから州法等で決められてるんですけど、選挙はですね、その、開票の時に監視員を、入れなきゃいけないんです。その、選挙のね、
公平性を保つために。でフィラデルフィアではですね、その監視員を入れることを拒否していると。でも法律ではですね、6フィート以内に監視員入れなきゃいけないとね、開票してる場所は6フィート以内に監視員入れなきゃいけないって決まってんのに、これ拒否してるってことはもうこの時点で開票作業が法律違反じゃないかって言うんですよ。もう確かにテッド・クルーズの言う通りな、もう憲法違反だし州法違反だと。でね、さらにおかしいのはテキサスみたいなねところではもうとっくにカウント終わってますとね。でテキサスも大きい町ありますよと、もうとっくにカウント終わってるのに、フィラデルフィア、デトロイト、ラスベガス、なんでまだ終わってねえんだと。で終わってないところは大体ねあれなんですよ、民主党の市長に議会は共和党多数派みたいなところが多いんです。まあ、ねじれてる州はみんなそうなんですよね。ねじれてる州はね、知事が民主党で、州議会が、共和党みたいなパターンが多くてですね、それが今だから、集計ね、揉めてるですね、ペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージアね、この辺なんかみんなそうらしいんですよ。で、まあ多分ミシガン、ウィスコンシンもそうなのかな。ちょっと後でこれBBC の記事で詳しいんで後でちょっと言いますけど、で、そういうところで、揉めててね、集計中なんて言ったらおかしいと。ね。特にテキサスで終わってんのよと。で、さらにね、密室で再集計すると、なぜか民主党の、票が増えていくという不思議な現象が起こっていて、これはなんとブッシュ対ゴアの時もね、自分は、ブッシュの方のリーガルチームにいたんだけれども、同じことが起こっていると。数えるとゴアが増える。数えるとゴアが増える。不思議なことが起こると。いうことで、で、今回もデトロイトなんか開票作業もブロックしてるでしょ。で、ブロックしてる中でその民主党の票が増えてくっておかしいんじゃないかってことをテッド・クルーズが言うわけですよ。ね。まあ確かにこれは説得力ありますよね。まあ確かにそうかなと。で、ここでね、このフォックスのね、ハニティさんがいいこと言うんですけど、でもね、ちょっとクルーズ議員待ってくださいと。もうすでに船は出ちゃいましたよと。ね。船は出ちゃいましたよと。で、それ、どうやってじゃあそれ、ね、不正な投票を見つけて、ね、まあ、数え直しするんですかと。それとも、もう一回じゃあ再選挙するんですかと。どうするんですかって言われて、テッド・クルーズは、それ非常に難しいクエスチョンだと。ね、タフクエスチョンだみたいな感じで答えていて、まあ、その結論はちょっと出ないまま、そのインタビュー終わってしまったんですけど、まあ、確かにでもね、テッド・クルーズが今主張していることっていうのは、このトランプ陣営の主張している中でですね、まあ、その、エビデンスの関係なしにね、州法違反っていうのはこれもアウトですよね、確かにね。そうすると、開票作業の有効性というか、選挙そのものの有効性みたいな議論になるということで、これディメンションがほら、ね、オロチマル、オロチマル倒したかと思ったら、まだ死んでなかったみたいな感じで、戦いは続くという展開になりつつあるな、というふうに思いました。でね、これに関してですね、BBC が非常にね、まとまった、記事を、掲載しておりまして。で、このペンシルベニア、ウィスコンシン、ジョージア、ミシガンね。で、これはね、基本的にやっぱり知事と議会がねじれている州で、州だそうです。で、このやっぱ郵便投票なんかいろいろね、問題があるということで前から言われていたんですけれども、例えばペンシルベニアなんかの場合はね、その、期日ね、投票期日を過ぎてから、投票日過ぎてから3日後までの郵便投票を受け付けちゃったりとか、なんか州によって結構バラバラなんですよね。はい。で、一応、ウィスコンシンなんかは再集計を求めていて、異常事態が見られたということで再集計を求めていて、で、実際2016年にもですね、ウィスコンシンで再集計があったんだけれども、大体100票ぐらいはやっぱり変わったと言われているので、まあ、ちょっとこれまたどうなるかわからないと。で、ミシガンはですね、これもそうですね、これ一応まあ、その、地裁がね、トランプ陣営の、まあ、要請を却下したと。申し立てを却下したということなんですが、これまあ上級審に行く可能性があると。でペンシルベニアはね、これがよくわかんないんですよね。まあ今日の夜にはまあ結果を出すとは言ってるんですけれども、最大3日後に届いた郵便投票を集計するというね、そういうこと言ってて、これおかしいだろうということで、もうめちゃめちゃ揉めています。はい。で連邦最高裁がまあこれ判決を下さない、判定下さないと、これどうにもなんねえかなと。でジョージアね、今猛烈に追い上げられてるんですけれども、トランプ大統領がね、まあ、果たしてどうなるかと、いうことです。で、最高裁まで行く可能性もありますよね。そうすると、まあ、状況が長引くということなんですが、BBC 曰くですね、まあ、非常に簡潔にね、こうまとめられています。各州は11月3日から5週間以内にどの候補が勝利したかを決定しなきゃいけないということで、期限は12月8日だそうです。で、それまでに、選挙人を決められない場合はですね、連邦議会はその州の選挙人については、最終集計の対象にしないという可能性があります。で、もしでもこれやられちゃうと、今集計揉めてるとこ、トランプに入れそうなところが圧倒的に多いですからね。現時点はトランプ勝ってるとこ多いので、もしこれ選挙人決められないってことになると、トランプさんアウトになっちゃいます。はい、アウトになっちゃいます。
それから、12月14日に選挙人が集まって投票をします。で、1月6日以降も過半数の選挙人を獲得する候補が現れない場合、連邦議会の方で投票が始まるということです。で、この場合ですね、下院が大統領、上院が副大統領を選出するんですけれども、各州が1票なんですよ。はい、議員1票じゃなくて各州1票なんで、今ね、上院がどうも、共和党が、1議席ぐらい勝つそうで、で、下院の方もね、共産党議席では負けてるんですけど、州の数だと26州取れそうなので、これ下手するとですね、議会投票となった時には共和党が勝つ確率が結構高いと、いうことになります。そうなるとですね、トランプ・ペンスみたいなね、形で、ひょっとしたら再選の可能性が出てくるということで、これ、次元が変わったんで、はい。今までのこの投票ベースでって話だともうトランプ大統領やばかったんですけど、次元がどうも変わりそうなので、この可能性が今ちょっと出てきました。はい。で、さらにですね、まあ、上院と下院でね、下院がね、そのすげえ紛糾して決められない場合は、上院で副大統領候補を決めると、その副大統領候補が、副大統領を決めると、その副大統領がね、下院で決められなかった場合は自動的に、大統領になっちゃうそうです。はい。なので、まあ、上院を今回だから、取るっていうのはね、非常に大きいんですよね。はい。で、ちなみにですね、これ、BBC 面白くてね、なぜ各州が勝者を宣言しないのかと、いうのが書いてあって、なんでやらないかというとですね、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシンの激戦各州は、すべて知事が民主党、議会多数派が共和党のねじれ関係にあると。選挙結果が表された場合、議員は理論上知事が認証したとは別の選挙人を連邦議会に送ることができるそうです。1876年にこの事態が起きているそうです。で、州議会と知事がどちら、連邦議会は州議会と知事どちらが送り出した選挙人を、集計の、対象とするかを決められるそうです。はい。で、連邦下院と上院の意見が、一致すれば問題ないんですけれども、それが割れた場合は、知事が選んだ選挙人を優先していると一部の専門家は指摘しますが、まあこれちょっと、法的根拠は微妙ということです。まあいずれにしてもですね、1月20日までには絶対に決まります。はい。誰かがなるということは絶対に決まるんですが、とりあえず、このね、選挙の正当性についていろいろこのクレームがつき始めていて、つき始めていてね。まあ皆さんがそう言っても仕方ないようなことがね、あえて私はその夜中の12万票、13万6千票の件と、それからその、ペンシルベニア、ミシガンでは、もうこれ憲法修法違反のね、監視人を入れないで開票作業を行うということが行われたという。まあこの2点だけでもですね、結構ちょっと重大な瑕疵なので、これをめぐってですね、共和党がですね、うわーっとこう法廷闘争に、次元を移行していきますので、で、完全に法廷闘争に移行するともう、この投票の話どうでもよくなるので、またもや、トランプ、バイデン、イーブンイーブンみたいな感じになるので、これちょっとね、朝の段階ではもう投票で負けなら負けかなと思ってたんですけど、意外にちょっといろんな話が出てきたので、まだまだわからない。これまだまだわからないと、いうことになっております。まあ、どっちかに決めつけることはできません。はい。あくまでも今の話全部法廷闘争でやるんだったらっていう仮定の上ですので、もし法廷闘争まで行かないで途中で諦めちゃったら終わりですからね。はい。そんな感じですね。実際にあとすごい大事なことは法廷闘争行った場合ですね、トランプ陣営側にですね、その不正選挙の立証責任が課されられる、課せられることになります。自分に有利な主張する側が基本的には立証責任なので、その不正投票があったということを証明できるかどうかね。はい。ここがですね、もう全てと、いうことですので、まあ、ネットでいろいろ出てますけれども、まあ、その個別のね、こと出てますけど、まあ、一番やっぱり、テッド・クルーズさんね、やっぱさすが弁護士だけあって、この、州法違反っていうのはもう、これはもう、客観要件満たしちゃってますので、構成要件満たしちゃってますので、これやっぱ一番あれですね、トランプ陣営としてはつくとしたら、筋がいいところかなと。うん、一番筋がいいかなと思って見ておりました。はい。ということで、テッド・クルーズのですね、法的な、ね、さすが弁護士、その法的意見に、よりですね、ちょっとこう、情勢が変わるかもしれない。まあおそらくテッド・クルーズは、トランプ陣営の方のリーガルチームまた入ってくれると思うんで、この展開、今後の展開ですね、注目と。いうことです。まあ今日だから、この後ね、夜ぐらいに、ペンシルベニア、ジョージア、ノースカロライナ、ネバダね、集計結果出るかもしれませんけど、同じような形でクレームつけば全部ひっくり返る可能性ありますので、これまだまだわかりません。もう少しこの開票速報続きます。もう終わりかと思ってたんですけど、ちょっと希望が出てきたよという話でございます。まあこのチャンネル見てる人トランプファン多いと思うんでね。はい、ちょっと希望出てきたよトランプファン。バイデンファンの皆さん、ちょっと、まだ勝利はお預けですというところでございます。はい。ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押してください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー。